まずは質のいい食材を使った炭火焼き料理やおつまみが人気のお店から、静岡市葵区瀬名龍宗街道沿いにある炭火焼きダイニングスミカ。カウンター席から個室まで全て掘りごたつ席でゆったりと食事を楽しめます。炭火焼き料理を中心としたお食事とお酒を楽しめるお店となってます。そんなお店のおすすめメニューが広島産牡蠣とキノコのアヒージョ。今が旬の広島産の牡蠣をニンニクをすりつぶして漬け込んだオリーブオイル 100% でゆっくり弱火で煮込んで仕上げてます。こうすることで牡蠣が縮まずにプリッとした食感に。牡蠣の旨味が溶け出したオリーブオイルもバゲットと一緒に味わってみてください。当店で大人気の唐揚げを4種類の味で楽しむことができます。自家製の調味液に8時間以上漬け込んだ鶏肉に4種類の粉を混ぜた衣を薄くつけて唐揚げを作ります。オリジナルのスパイスをかけた唐揚げからハニーマスタード、韓国風のヤンニョム、そしてネギ塩だれとそれぞれ違ったテイストでジューシーな唐揚げを味わえます。産地直送の新鮮な鶏肉を使ったお料理となってます。というのが鹿児島県の薩摩チランドリのたたきを使ったしゃぶしゃぶ料理。こちらの鶏は非常にコクのある味わいが特徴の鶏となってます。九州地方では鶏肉をたたきや炭火焼きとして半生とか生で召し上がられるんですけども、こちらのたたきも生食ができる鶏となってます。軽く出汁にくぐらせてポン酢でいただきます。胸肉はしっとりとして柔らか、もも肉は歯ごたえがあってプリプリとした食感を楽しめます。もちろん防身年会に便利なお得なコースもあります。薩摩チランドリのたたきしゃぶしゃぶをはじめ、炭火で焼き上げた牛ハラミステーキや唐揚げサラダなど7品がついて3500円、贅沢なコースです。そしてこちらのお店で飲み棒を使うと無料になるドリンクはサワー、ハイボール、ワイン、ソフトドリンクなど全52種類、さらに飲み棒をご利用していただいたお客様にはスミカの唐揚げを一皿サービスさせていただきます。なんとオリジナルのスパイスで仕上げたジューシーな唐揚げをプレゼント。癖になる美味しさです。炭火焼き料理を中心に食材にこだわった料理が楽しめる炭火焼きダイニングスミカです。